ごきげんよう、津田の世界史デジタル編、早速始めましょう。今回は第4話、古代エジプト。はい、今回も Google Earth 様で現場へと行ってみましょう。今回エジプトですが、この間やったイラクを通り過ぎて、エジプトまで行ったんだけれども、そうなんだよ、これちょっと失敗しまして、ギザの三大ピラミッドを指定するアニメーションというかツアーを表示しちゃったのね。まあでもいいや、わかりやすいよね。すごいよね、これ見えるんだ、ギザの三大ピラミッド。 Google Earth はほんと優れてるよ。いろんな意味で大好きです。仮想現実でいろんなところに飛べるからね。というわけで、これがエジプト、世界最大のその長さ、最長ですね、の長さのこのナイル川流域で発達した古代文明の話をしていきます。はい、では参りましょう。古代エジプト、ナイル川の中下流域で発展した。この中下流域っていうのはメソポタミアの時もそうだったよね。そもそもシュメール文明って、そのいわゆるチグリス・ユーフラテスの下流域で発展したわけなんだけれども、その後アッカド人が中流域でしょ。そういった意味では、ナイル川でもやっぱり中下流域で発展したんですね。その理由は、まさに洪水なんですよ。メソポタミアの場合は、春先になるとかなり突発的にドバッと来る。ひどい時には、もうそれこそ数十年に一回とか、年ごと流してしまうような、すごい大洪水が来る、なんていうこともあるらしいんだけれども、ナイル川の場合は夏ですね。7月から8月に穏やかにこう水が増してきて、水かさ増してきて、で、9月になると今度は穏やかに水かさが減っていくという。で、水が引いた後には栄養豊富な泥がそのまま残っているわけです。でね、これを利用して、いわゆるその灌漑農業ってのがこう発達するんだけれども、このエジプトのナイル川ね、を例えて、古代ギリシアの哲学者、もうずっと後ですに出てくる古代ギリシアなんだけれども、哲学者、有名な哲学者でヘロドトスっていう人がいるけれども、この人はエジプトはナイルの賜物なんていう言葉を残しています。非常に有名な言葉なので覚えておくといいと思います。エジプトはナイルの賜物。でね、この洪水を利用した灌漑農業、これもメソポタミアとやり方は同じ。プール作っといて、川のそばに。で、洪水が来ると、そのプールが全部水没するわけですね。で、水が引いた後は、そのプールの中に水が残っていると。で、これで乾いた後のその畑に水を流せば、豊かな実りが約束されるというわけですね。大体メソポタミアと同じぐらいの時期に灌漑農業発達したようです。それからもう一個。非常に閉鎖的な、地理的に隔離された地域であるということですね。これ地図見てくれればわかると思うけど、まず北地中海でしょ。で、東が紅海でしょ。ここで海に囲まれているわけですよ。で、西側はサハラ砂漠なんだよ。ほとんど人なんか住んでいない。もう砂の層、海、まさに砂の海ですね。がバッとこう広がっている、こういう隔離された世界。ただ強いて言うならば、ここの部分かな。これスエズ地境というけれども、ここで、隣の文明地域、いわゆるメソポタミアと繋がっているわけですね。ここは、まあ、一箇所あるんだけれども、それ以外が全部閉鎖されている。だから、異民族に侵入されるという機会が少なかったわけですね。侵略者があまりやってこないということは、強固な壁を作って、それでこう人々を守る必要もなかったわけなので、メソポタミアのように都市国家が発達するということがなかったです。その代わり、ノモスと呼ばれる村落共同体。だから、バラバラっとこう農村地帯が広がっている感じね。ギュッとこう密集して壁の中で生活するんじゃなくって、田んぼの中、田んぼはないか、畑だな。畑の中にこう村々があって、大体、一定の範囲で人々が、まあ、住んでいたというかね、散らばって住んでいたわけですね。こういうのをノモスって言っていました。で、上エジプト、下エジプトって、これ後でまた説明するけれども、このノモスは、上に22、下に20作られたって言われていて、両方合わせて22個ですか？かなりいっぱいですね、作られて、これがお互いに、まあ、土地で争うなり、協力するなりして、ずっと生活を続けてきたわけですね。独特の文化をこう育んでいったということです。
さて今神下エジプトって言ったんだけれども、メンフィスってあるよね、こうメンフィス。だいたいこの辺が境界線で下流域のデルタ地帯、非常に豊かな土地ですね。デルタ地帯はね、作物いっぱい取れます。それから中流域の神エジプト、この辺りですね。これはこの二つがちょうどメンフィスぐらいのところでこうして、分かれます。これはだいたい境界線です。はい。でね、今から5500年ぐらい前ですか、神と下それぞれに領域国家ができました。そうなんですよ。気づいた子もいるかな。メソポタミアはまず都市国家があったよね。だけれどもエジプトはいきなり領域国家から始まるんだよ。都市国家時代ってなかったんですね。それ非常に大きな特徴です。もともとノムスというのが村落共同体で都市国家じゃなかったから、そのノムスが集まって2つの領域国家にまとまったっていうことなんですね。そしてそれぞれ王様はファラオと呼ばれています。もともとの意味は大きな家とか門という意味なんだけれども、それが王様の意味で使われるようになったのね。ファラオって言います。まあ、聞いたことあるかもしれないね。さてそんなファラオたち、お互いこう神と下で争うわけなんですが、今から5000年くらい前です。神エジプトのファラオメネス王ですね、ナルメル王とも言うけれども、これが下エジプトを征服してついにエジプトは一つにまとまりました。これ以降古代エジプト、栄枯盛衰を繰り返しながらおよそ2600年続きます。ちょっと長いね、2600年というとね、なので時代を大きく3つに分けて、古王国、中王国、新王国なんていう風に分けて、考えるようになったわけですね。それぞれの特徴があります。まずはじゃあ古王国時代ということですな。だいたいこれくらい、この辺ですね。この辺今アスワンハイダムっていうのがあるんだけれども、でこの辺膨らんじゃってるところはこれダム湖ですね、20世紀になってから作られたものです。で大体このアスワンハイダムがあるぐらいが限界地点で、そこから河口までのこの流域地帯にできたのが法王国の領域。さて王様ファラオなんだけれども、神様扱いです。太陽神ラーの化身として神権政治を行うと。考えてみたら日本の天皇陛下だってね、以前は明治時代はっていうことだけど、明治から昭和初期にかけては、太陽神である天照大神の、子孫ということで、秋津神って言ったけどね、いわゆる地上に現れた神様としてその君臨するというまさに神権政治に近いものが行われていたんだけれども、もちろんなんか神様に祈ってなんかどうのこうのっていうそれで政治が動くってことはなかったけどね、日本の場合は。それよりもずーっと昔の、この古王国時代というか古代エジプトはもうずーっと神権政治です。ローマに侵略されて属州になるまで、ずっと神権政治が続けられてきたけれども、いわゆるラーのそのものとして神様そのものとして神と交信しながら政治を行っていった。神にこれからどうするっていうふうに聞いて、でこうしたらいいんじゃないっていうようなことをそういうことが聞けるのがファラオの能力だった、特殊能力だったわけですね。それによってこう神権政治ってのが行われたということです。はい。これがラー。頭に太陽が乗っかっています。これコブラがぐるーっとなんかトグロを巻いているんですが、これ太陽ですね。頭に太陽が乗っかってて、でハヤブサ、頭はハヤブサです。これがラーです、太陽神。ちなみに隣にいるのはイメンテトという女神様らしいんだけれども、冥界つまりあの世にいる病気の神様、病の女神らしいな。日本語のウィキペディアがなくって、でちょっと英語のとこ見てみたんだけれども、英語だからあんまり読めませんでした。詳しいことはちょっと読むのもめんどくさかったのでやめてしまいました。ごめんなさい。いうわけで、これちょっとイメンテとは気にしないでください。ラーの方を、これラーですね。ちょっと覚えておくといいと思います。はい。で、都はメンフィス。さっきもね、紹介したけれども、ちょうど神エジプトと下エジプトの真ん中の境界線上に作ったのがこのメンフィスだけれども、多分、メネス王は、神エジプトと下エジプトの統合、エジプト人に上下はないということでね、まさに真ん中に都を新しく作ったんだろうね。まさに統合の象徴という形。
というわけで、都はメンフィス。あと、特徴で一番大きなのはこれなんじゃないかな。もちろん、文字もあるんだけれども、ヒエログリフ、神聖文字ですね。これに関しては、また次のお話、第5話でエジプトの文化というところで詳しく話をするので、今回は割愛します。ピラミッドの話はちょっと面白いので、先にやっちゃおう。有名なのはギザの三大ピラミッド。さっきもね、衛星写真からちょこっと上から見せたけれども、横から撮るとこんな感じです。一番向こう側がクフ王、真ん中カフラ王、そして一番こっちがメンカウラ王というけれども、これ、遠近法でね、クフ王が一番ちっちゃく見えるんだけど、違うからね。これが最大だよ。一番でっかいピラミッド。二番目がカフラ王で、メンカウラ王は本当にちっちゃくなっちゃう。いうような感じで3つ並んでるんだけど、これ親子というか、じいちゃん、父ちゃん、息子みたいな感じだから3代っていうことですね。並んでいます。これがまあ有名なんだけれども、もともとはね、マスタバといって王族のこれお墓です。これが発展してピラミッドが作られていったと。こういう四角錐の非常に綺麗な形、美しい形をした、遺物、アーティファクトですね。遺物ができてきたわけなんだけれども、この、いわゆる綺麗な形になるまでには、結構紆余曲折を経ていてね。例えばこれ、ジェセル王の階段ピラミッドって言うんだ。階段状でしょ？多分なんだけど、これ、周り四角くあったんだろうね。四角錐に作ったんだろうね。でも、綺麗にっていうか技術的に足りなくって、風化に耐えられなかった。で、周りが崩れちゃって、いわゆる化粧石っていうのかな。崩れちゃって、今こう階段状になっちゃった。で、このジェセル王っていうのは、一人で4つもピラミッド作ってるのね。マスタバは王母、王様のお墓、ファラオのお墓なんだけれども、それが発展してピラミッドになったから、もともとピラミッドはファラオのお墓と考えられていたんだけれども、ジェセル王は4つも作っているでしょ？自分のお墓4つも作んないって。となると、ひょっとしたら、そういうあれじゃないのかなっていう説も、最近は有力になってきているようですね。いわゆる、お墓ではなくって、宗教的なその象徴、なんていうのかな、ちょうどこの辺りに太陽があって、で、そこからピャーっとこう、光の筋が太陽から出てくると、それをイメージするような、そういう意味でこの四角錐を作ったのではないかとかね、いろんな説が出てるけども、まあなんか最近は王様の墓じゃないっていうのが、どうも有力らしいです。他にもね、これスネフェル王の屈折ピラミッドっていうんだけれども、もともとだからこの麓の方の、このライン、この急角度で作ろうと思って、途中まで作ったんだけれども、多分耐えられなかったんですね。この急角度だと崩れちゃう。だから仕方なく途中から緩やかにして、このラインで。だ途中で屈折してるんですよ。曲がってるんですね。だからスネフェル王の屈折ピラミッドなんて言っています。こういう紆余曲折を経た上で、ギザの三大ピラミッドができたわけですね。この美しい形へと帰結するわけなんだけれども、最大はさっき紹介したように、クフ王のピラミッド。でかいよ。高さ147メートル。横幅は233メートルだそうです。これが、ピラミッドの中では最大のものですね。で、綺麗にこれ整然と巨大な石が積まれているんだけれども、次の代のカフラ王、そしてメンカウラ王になるにつれて、石の積み方はだんだん雑になっていくそうでね。やっぱりこれだけの巨大なものを作るでしょ？辛かったらしいんだわ。で、時間もかかるし、金もかかるし、人員を動員しなきゃいけないし、言うんで、だんだんこれがめんどくさくなってきて、雑になっていくんですね。なので、ピラミッドが作られたのっていうのは、古王国時代だけなんだわ。この後はもう作られなくなっていきます。はい。でね、その古王国なんだけれども、紀元前22世紀の頃から、だんだん王様の力が弱くなっていって、いわゆる地方の貴族たち、豪族たちが反乱を起こすようになって、統一が崩れていってしまいます。こうして、古王国時代は終わりを告げるわけですね。はい。そうすると、次は中王国時代ということになるんだけれども、その混乱の100年間を統一したのが、今度は神エジプト、また神エジプトなんだけれども、テーベという豪族です。テーベの町の豪族たちですね。これがエジプトを再統一しています。テーベはメンフィスよりも、その前に、
中央国時代の領域ですね。もうちょっと南の方に領域が流れて、伸びている。この辺りが前回の限界だったんだけど、南限がこう伸びていますね。現在のもここスーダンだけれども、スーダンまでスポット入っちゃってる感じですか。ぐらいまで伸びています。で、テーベの町は、この大体真ん中ぐらいか、まさにその神エジプトなんだけれども、にあるわけですね。メンフィスはもう都ではありません。で、テーベの守り神、守護神はアモンっていう神様なんだけれども、テーベが都になったから、守護神のアモンも、まあ、非常に神格って、格が上になってくるわけだな。そのうちにね、もともと最高神がラーだったんだけれども、ラーとアモンが合体して、アモンラー信仰というのが発生します。これ、一般に流行するのは新王国時代になる頃なので、まだまだちょっと後の話なんだけれども、中央国時代にアモンラー信仰という新しいその信仰形態が生まれたよっていうことですね。はい、これがアモンラーです。さっきのラーと比べてみてください。気になる子はちょっとさ、元に戻ってみてね。全然違いますね。頭に乗っかってるのが太陽じゃなくて、これなんか羊の角らしいぞ。羊の角ってこんななんかまっすぐじゃなかった気がするけれども、こんなの乗っけてますね。全然変わっちゃった。ちなみに隣の右側の人はセティ1世。これ新王国時代の王様で、あれだ、ラメス2世。メソポタミアのところでカデシュの戦いってやったけれども、あの、ラメス2世のお父さんにあたる人ですね。この人とアモンラーが一緒に並んでいるレリーフが残っています。これがアモンラー。こういう信仰が発生したよっていうことです。でもね、中央国時代というと、このアモンラー信仰が発生したっていうのと、次はちょっと残念なお話なんだけれども、ついに異民族の本格的な侵入を許してしまいました。侵入だって。ごめんね、ほんと噛むな。一度だってパーフェクトで終わったことがないんだけれども、ヒクソス。バッとこう、ちょうど今のこの辺がシリアですが、この辺りからズボッとこう、ズボっていう感じでこう入ってきたわけですね。ヒクソスに関しては、騎馬民族らしいんだけれども、馬に乗ってやってきた。ただ、正体よくわかっていないようです。で、そんなのに、ちょうど下エジプト辺りを中心に支配されちゃって、エジプトの中央国時代は終わります。なので、都も、神のテーベから、もう河口に近いところですね。アバリスというところに移っています。これがヒクソスの都になるわけですな。さて、今度は新王国時代になるんだけれども、ヒクソスを追い出すことで、また、新たなエジプト人の王朝が始まるわけなんだけれども、同じくテーベの王族です。これがヒクソスを追い出すことに成功しています。全16世紀のことですね。だから、また、都もテーベに戻ることになります。最盛期は全15世紀。トトメス3世というファラオの時代が、一番領土が大きくなった時代で、これ前に見せた、またメソポタミアの時に見せた地図だけれども、この水色のところですね。もう全然北の方、もうぐっと現在のスーダン、ヌビアというところだけれども、そんなところまで領域が拡大しています。それだけじゃない。こっちの方だ。エジプトではなくてメソポタミア方面、いわゆる東地中海沿岸ですね。ヨルダンとかシリアとかがある、こっちパレスチナとかがある、こっちの方へと領域を広げていった。この水色でちゃんと書いたところ、この辺りまでがトトメス3世で、その向こうの枠だけ書いたところは、あれですよ、ラメス2世が、こう勢力を広げようとしてヒッタイトとぶつかって勢力争いをしたところ、これ前にやったところですね。こんなところまで新王国は領域を広げています。ちょうどこの時アナトリア半島にヒッタイト、そして、メソポタミアの上流域にミタンニ、そして中下流域にカッシート、これも復讐ですね。4つの王国がこの地域で複雑な政治状況を作っていたって話したでしょ。これがまさに新王国時代の最大半島を開いたあの時代だったわけですね。まとめますと、シリア、パレスティナ、ナイル川上流へと勢力を拡大したっていうことなんだけど、あえてナイル上流のところにアンダーライン引いておきました。ここ、ヌビアというところを征服したんだけれども、ちょっとまとめるとね、ここ、ちょっと書いてみた。こうシリアな、このあたり、シリア、パレスティナ、そして、
ヌビアですね。この辺りがヌビアですね。この辺りは金が取れたんだよ、黄金が。しかも大量にね、年間300キロもの黄金が産出されて、していたというので、この時代、新王国のエジプトは、塵のように黄金を産出する国として、周りからは羨ましがられたようですね。非常に豊かな国になりました。そもそもナイル川が豊かだったのに、金まで手に入るってなったらもうほぼ無敵だわな。はい。そんな新王国なんですが、続きです。テーベのアモン神官団、アモン神を司るそのお坊さんたちの連合軍ですね。これがどんどん権力を強大化していって、ついにファラオの退位とか即位とか、そういうことにまで口出すようになって、ファラオをコントロールするようになります。それが嫌だと思ったのが、アメンホテプ4世。ファラオですね。アモン神官団を排除するために、新しい宗教を作ります。おそらく人類史上初めての一神教です。神様はこのお方だけですよと、一中だけですよと、太陽神アトンっていうのを作ったんですね。もともと、ラーという太陽神がいたわけなんだけど、アモン・ラーになって。で、それを、あんな嘘っぱちだと。本当の太陽神はアトンなんだと。で、こいつをこれから崇めろっていうことを全国に命令するわけです。はい。これがアトン。これですね。これがアトン。もはや人間の形していないです。エジプトの神様って全部体は人間で頭だけ何か動物？さっきのね、ラーだって、なんだっけ、ハヤブサ？頭ハヤブサだったじゃないか。バステトなんていう神様は猫だったりね。いうように、その頭が動物っていうようなハイブリッドなキメラみたいな、キメラとか言ったら怒られちゃうのかな。いうような、神様ばっかりなんだけれども、もはや円盤です。つまり太陽そのものっていうことなんですね。そこから光線がパーッとこう放射状に出ている。見えるかな？ちょっとこう、見えにくいかもしれないね。パーッと出てるんですね。これ光の筋ですね、太陽の。そしてもっと見えにくいでしょう、多分。このあたりにうっすらと、見えないだろうな。というわけで、もう一枚。ちなみに、この人がアメンホテプ4世ね。もはや宇宙人にしか見えないんだけれども、この当時、アマルナ美術っていう独特な美術が流行って、もうこの顔の、なんか、鼻が出っ張って、目がニューッと細長くて、下っ腹が出ている。このような、スタイルの絵っていうのが当時流行るんですね。アマルナ芸術、アマルナ美術に関しても、やっぱり文化のところで詳しく話をするので、今はまあちょっと置いておきます。この人がアメンホテプ4世。で、さっきの光の筋なんだけど、これならわかるかな？ここのとこ。なんか、で、丸まってるよね。これ実は手なんですよ。光の筋の先が手になっているのね。アトン神は無数の手を伸ばして人々に恵みを与えているという、そういう発想なんだそうだ。ちなみに人物も映っているけれども、これがアメンホテプ4世。で、こっちは奥さんのネフェルティティ。で、3人の娘たち。もはや宇宙人にしか見えないんだけれど、これ、ラージノーズグレイだよね。ねえ、まあいいや、こういうなんか、すごいもんね、なんで頭こんな長いんだろう。すごいな。うん、まあいいや、というわけで、光線の先に手が生えてますよっていう、そういう形がアトン神です。でね、アメンホテプ4世は自分の名前もイクナアトンっていう風に名乗っています、っていうか変えています。アトンに愛されるものという意味です。自分の名前も最高神に変え、あやかるものに変えたということですね。あともう一個。都も、テーベだと、アモン神官団がはびこっているから、新しい宗教を作るぞって言っても、絶対邪魔されるでしょ？だから、アモン神官団はテーベにも置き去りにして、新しい都を作っちゃったわけですよ。それがアケートアトンと言います。もう都ごと引っ越して、全部新しくしちゃおうって考えたんですね。アケートアトン、アトンの地平線という意味です。今はテルエルアマルナっていう名前になっています。場所、ここですね。ここです。地図上では、テルエルアマルナ、アケートアトンって長棒が入っているんだけれども、どっちでもいいですよ。あってもなくてもどっちでもいいです。まあ、黒板にはアケートアトンというふうに、長棒なしで書いてありますが、テーベからは随分離れているね。
現在はルクソールという町が近くにあります。はい、というわけで、アメンホテプ4世は非常にその強引な政治改革、宗教改革を行ってアムン神官団を排除しようと思ったんだけれども、あまりに強引だから死んだ後すぐ元戻っちゃうんですね。つまりアメンホテプ4世が死ぬとアムン神官団の権力は元に戻ります。開けた後も破壊されちゃいます。で結局都はテーベに戻ることになったんだけれども、実はそのおかげでアケートアトンは遺跡としてちゃんと綺麗に残ったんですね。今でも遺跡はっきり残っていて、アケートアトンに残されていた、つまりアメンホテプ4世の時代に、残された記録なんていうのも大量に出土されています。アマルナ文書っていうんだけれども、そういった意味ではこのアケートアトンが破壊された、一台で破壊されたっていうのは今の僕らにとっては非常に良かったんですね。ありがとうございますって感じです。で都はテーブルに戻っちゃうんだけれども、まあその辺のこともまた文化のところで詳しく話をしましょう。はい。で、実はアメンホテプ4世の後スメンクカーラーっていう王様がいて、ファラオがいて、すごく謎な王様なんだけれども、2年間、統治をしています。男なんだか女なんだかもよく分かってないような。ただ、お墓は発掘されていて、で、ミイラも発掘されているんだけれども、そのミイラは男性だったそうです。ただし、埋葬のされ方が女性特有の埋葬のされ方ってのあるらしいな。片手をなんか胸に当てて、片手は腰の方に伸ばしている。そういうような埋葬の仕方が女性の埋葬らしいんだけれども、男性なのにそうやって埋められていたらしいんだよ。すごく謎なの。で、この2年間、統治した後、死んじゃって、その後が、ツタンカーメンの治世になるわけですね。ツタンカーメンはアメンホテプ4世の息子で、9歳で即位しています。トゥトゥアンクアメンが名まったものですね。アメンはアモンです。同じものです。発音が違うだけ。なので、アモン神の生ける似姿という意味です。もともとはね、ツタンカーテンだったんだよ。トゥトゥアンクアテンだったんですね。まあ、アテンはアトンな。アメンとアモンが同じように、アテンとアトンが同じ。ツタンカートンとかツタンカーテンだったんですね。つまり、アトン神の生ける似姿っていう意味だったんだけれども、お父さんのアメンホテプ4世が殺されちゃった、死んじゃった後、アモン神官団に息子の名前変えさせられちゃったんですね。で、アモン神官団の強い影響力のもとに、ツタンカーメンが即位することになります。超有名な黄金マスク、これですね。ハワード・カーターという人が発掘したんだけれども、本当に奇跡ですね。こんなものが残っていたなんていうのは。もう長いこと埋まっていたので、ほとんどの、お墓は盗掘されてしまって、金目のものはみんな盗まれちゃってます。だからこれが残っていたってのは本当に奇跡です。で、同じお墓から、これ椅子なんだけれども、出てきています。こっちがツタンカーメン。こっちが奥さんのアンケセナーメンという非常に美しい女性だったらしい。ツタンカーメンよりは2歳年上だったのかな？確かそんな風に記憶しているけれども、仲睦まじい若い夫婦です。奥さんのアンケセナーメンがツタンカーメンに香油かなんかを塗ってるんでしょうね。非常になんか仲のいい、姿だったなんだけれども、でもこんな幸せな夫婦生活も長くは続きませんでした。ツタンカーメンは18歳で謎の死を遂げています。まあこうして、ツタンカーメンの時代終わっちゃうんだけれども、新王国時代はまだ続くからね。一番勢いがあったのが、メソポタミアでも紹介したラメス2世、ラムセス2世ですね、の時代になります。ヒッタイトとカデシュの戦いをやったのが前1286年。この戦いには負けてしまったけれども、ヒッタイトとエジプトの間で和平条約が結ばれたなんて話も、メソポタミアのところで話をしました。参考にまた復習しといてください。あと、この人ね、
90歳まで生きたんだよ。当時のエジプトの平均寿命が35歳から40歳っていうから、90歳生きたら倍以上だもんね。化け物ですよ本当に、その当時から見たら。しかも身長が180センチもあったらしくって、本当にだから影響力になるっていうか、もう本当に神様っていう感じで崇められたんだろうね。強力な神様、ファラオだったので、そこら中にこう記念碑とか建物とかを作っています。有名なのがアブシンベル神殿、これです。場所はどこにあるかっていうと、この辺りだ。アブシンベル神殿、今チカチカとさせてもらいましたが、これね、さっき話したようにここダム湖になっちゃったわけですよ。ここにアスワンハイダムってのができて、でこのままだとダム湖に沈んでしまうっていうんで、国際協力のもと、なんと丘の上に神殿ごと持ち上げたんです。移転したんですね。で今残っているのは、移転した後なんだよ。複製を作ったのではなくって、そのものを岩から削り出して、巨大な神殿を、で上に運んだんですね。すごいことやったな。はい、アブシンベル神殿なんですが、これ全部ラメス2世ね、4人の石像が並んでいるけれども、左から少年期、青年期、壮年期、老年期と、自分がこう成長していく過程を4つの段階、に分けて石像を作らせたそうで、全部だからこれラメス2世なんですね。非常に自己主張が激しいというか素晴らしいとは思うんですが、それよりも何よりもこの遺跡を丸ごとその沈んじゃうところから上に持ち上げた人々のその功績っていうのを俺は称えたいな。ありがとう、こんなもの残してくれて。さてラメス2世の時代について、最後に旧約聖書の出エジプト記、聞いたことがある人もいるでしょう。いわゆるこの人ね、モーセという人だけれども、この人が、エジプトでいわゆる奴隷として扱われていた人々、まあ彼の一族ですね、を引き連れてエジプトから脱出するという物語、がそのいわゆる出エジプト記っていうんだけれども、これレンブラントという人が書いた作品です。レンブラントについてもずっと後にまた紹介します。それから彼が持っているこの石板、これがいわゆる実戒といって、神様との契約、銃の掟が書かれたものなんですね。逃げる途中で、脱出する途中でこれもらうんだけれども、シナイ山というところで。まあそういうやつですな。モーセに関しては、後の東地中海民族の、活動というところでまた詳しく紹介したいと思います。ちょうど彼が活躍したエジプトにいた頃のそのファラオ、がラメス2世。もう一人いるらしいんだけれども、らしいですね。だから大体これぐらいの時代に、出エジプトがあったんだよということです。はい、というわけで、以上新王国時代ということですが、ラメス2世の時代が終わると、あと数十年後にはいわゆる全1200年のカタストロフィーというのが起きて、これによってエジプトは大いに衰退することになるんだけれども、その話も第6話、で話をしていきたいと思います。今回はこれくらいにしておきましょう。ごきげんよう。さようなら。